ご視聴ありがとうございます。ゆうくよの花澤です。そしてはい、ひよちゃれのおろこです。今日は2回目なんですよね、はい、前回すごく可愛いとか、評判も良かったロコさんがまたいらしていただいて、はい、今日は足つぼをやってほしいっていう声があって、どうですかってお聞きしたら、はい、足つぼは結構好きですOK ってことだったので、今日は足つぼをやりたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。いかがでしょうか。気持ちよかったです。お疲れ様でし た。今日は足つぼと体を受けていただいたんですけど、はい、足つぼがもうなんか今まで私が受けたのと全然違って、すごい結構痛かったんですけど、でもなんかこう痛いと気持ちいいが交互に来る感じで、ほんとわーみたいな。でもこの後多分気持ちいいのが来るから頑張ってしようと思って。なるほど、ありがとうございます。すっきりしました。よかったです。結構汗もかかれてたので、はい、そうですよね、デトックスできてると思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。